あんたのためじゃないんだからね。別に嬉しいなと思ってねえし。おいおい、どうしたんだよ、仲良しコンビ。仲良くないし。仲いいなぁ。このバカが寝癖つけて投稿してたから直してあげたの。別に直してほしかったとか思ってねえし。あんたが笑い物にならないように直してあげただからもっと感謝しなさいよね。つかこれ寝癖じゃねえし、おしゃれだし。似たもん同士だな、お前ら。こいつと一緒にしないで。はいはい、わかったから早く行くぞ。ちっちゃ。ということで、今期から学級委員を2名選ばなきゃいけないのだが、誰かやってくれる人はいるか。できれば男女で1名ずつ出てきてほしいんだが、涼介お前どうだ。え、俺っすか。お前暇だろ。いや先生、帰宅部舐めないでくださいよ。絶賛17連勤中のバイトリーダーですからね俺。それは忙しいな、俺より働けんじゃねえか。そうっすよ先生、暇ならやってくださいよ。なんで俺がやんなきゃいけねえんだよ。はい、じゃあ立候補がないなら先生にするぞ。大輝お前やれよ。なんで俺なんだ。お前帰宅部のくせに週2しかバイトしてねえだろ。そうなのか大輝。いやそうっすけど、バイトの出勤日数関係ないでしょ。いいじゃん大輝、やりなよ暇なんだから。は、大輝お前バイトでリーダーやってんのか。え、やってないっすけど。じゃあ大輝がやるしかないな。いやおかしなノリできてるって。はい大輝で決定、おめでとう。お前の方が暇だろ、帰宅部でバイトもしてねえんだから。え、うちは家事してるし。はい、さやか決定。え、ちょっと待って。これはもう仕方ないよな、陽介。はい、これはもう仕方ないっす。ちょっと待ってよ、せめてあいつとだけはやりたくないです。もうやるぞ、さやか。は？やるしかねえだろ、この雰囲気。まあ、あんたがそこまで私とやりたいって言うなら、やってあげてもいいけど。勘違いすんな、別にお前とやりたいわけじゃねえよ。陽介、あの二人、そういうことだよな。そうなんじゃないですかね。素直に俺とやりたいって言え。あんたこそ私とならやりたいって言いなさいよ。始まるぞ、これ。先生、ワクワク。まだ終わってねえんだ。うるさいな。あんたの方が量少なくしてあげたんだからね。もうせいから手伝ってやれよ。別に私一人でも終わるし。言っとくけど、お前のためじゃねえから。は？お前に任せてるといつまでも帰れねえからやってるだけ。うっざ、なんなの？はぁ、終わった。そっちはどう？俺もちょうど終わった。よし、じゃあ帰ろ。なんでお前と一緒に帰んなきゃいけねえんだよ。別に一緒に帰りたいなんて言ってないし。じゃあお先。いや、俺も行くんだけど。ついてこないでくれる？同じ方向歩くの。バカだから俺が守ってやるっつってんだよ。それって好きなんだよ。リーカ告ってんだから返事ぐらいしろ。ごめんなさい。え、告白ってことは付き合うとかそういうことでしょ。普通にそうだろ。じゃあごめん。あ、そう、うん、ごめん。別に。いや、ちょっと待てよ。そりゃないぜ、さやか。なんで陽介いんの。なんでいいんだよ。そんな今どうでもいいんだよ。やっと大輝が素直になったんだぜ。それなのにごめんってなんだよ、さやか。だって何の理由があってことあるんだよ。お前も素直になれや。だって他の女子にも同じこと言ってるもん。は？そうなのかお前。いや、言ってねえよ。この前真帆に聞いたし。真帆？何を？大輝が真帆と付き合いたいって言ってるって。ねえさやか聞いて。何？大輝に付き合いたいって言われたんだけど。え、大輝が？そう、大輝がうちと付き合いたいって。へえ、そうなんだ。いや、お前最低じゃねえか。違う、あれは大輝。ん？何？ボタン取れそうだよ。え？ほんとだ。じっとしてて。え？よし、治ったよ。お、サンキュー。いいえ。魔法って家庭的なんだな。そうかな。家庭的な女のタイプ。俺、一目惚れ。私がタイプ？一目惚れ？付き合いたいってこと？はぁ、あの子なら勘違いそうだな。だから違えって言ってんの。じゃあ、私は？え？勘違いじゃない？告白だって言ってんの。私本当は家庭的じゃないよ。知ってる。それでもいいの？守りたい女って思った。初めて真面目な顔してギュッと抱きしめた。目を閉じラバーを癖の星一番。仲良くないし。あ、いいね。いい、それの女の子、女の子声。仲良くないし。
あんたが笑い者にならないようにさ。つかこれ寝癖だし。間違えた。寝癖じゃない。こいつと一緒にしないで。かわいいな、ちょっと。いいじゃん、大輝。やりなよ、暇な。てねえのかよ。うるさいな。別に私一人でも終わるし。いきます。それって。やっとくか。え？守りたい女って。真面目な顔をしいて。そっちで来たか。先生ワクワク。始まるぞこれ。あ君とサウナ、涙なんて汗とともに流して、あ君とサウナ、気持ちと体しっかり整えて。